スーパーの恥ずかしもの。この連載の前回のイラストで、スーパーで自分のカゴの中のものを人に見られたくないもの御三家として、もやし、豚こま、目指しを挙げたところ、もう一つぜひ加えてほしいものがあるというお手紙を世田谷区の S さんという男性の方からいただいた。ぜひネギを加えてほしいというのである。なるほど、もやし、豚こま、目指し、それにネギが加わって、人に見られたくないもの御三家は急に昇格して四天王となった。強力な軍団となった。確かにネギは人に見られたくない。しかしネギはスーパーの中より、むしろ帰宅途中の路上を歩行中に人に見られたくないものの方に数えたい。ネギはスーパーの袋から突き出る。だからどうしても目立つ。お手紙をくださった S さんも、歩いている横にベンツなんか来るともうダメと書いておられる。その気持ちよーくわかる。ネギとベンツでは勝負にならない。スーパーからの帰宅途中恥ずかしものはネギの他にもたくさんある。大根、セロリ、ごぼうなどがそうだ。いずれも袋から突き出る。ネギはこちらでも四天王の一人として高い評価を受けているのだ。しかしこの四天王の中でごぼうは突き出ていてもそれほど恥ずかしくない。セロリもそれほど恥ずかしくない。セロリなんかはサラダ好きの洒落たおじさんなのねという評価を受けるような気がして誇らしくさえ思うほどだ。ネギと大根は恥ずかしい。ネギと大根ではどちらが余計恥ずかしいか。これはなかなか難しい問題だ。大根は逆さに袋に入れれば白いからそれほど目立たない。ネギは青々と目立つ。それにネギはベンツに弱い。そうなると四天王の中で一番恥ずかしいものはネギということになる。王の中の王、キング・オブ・キングスということになる。輝けスーパーの袋から突き出る恥ずかしもの第1位はネギと決まった。輝けというほどのものか。ネギはなぜ恥ずかしいのか。ネギをスーパーの袋から突き出させて歩いているおじさんは、たとえどんなに偉いおじさんでも他の部分は一切評価されず、単なるネギのおじさんと見られてしまう。ネギ以外には評価しうるものは何もないネギのおじさんになってしまう。そこのところを恐れるのだ。無論ネギはスーパーのレジのところで申請すれば半分に切ってくれる。しかしそうなるとレジで行列している人々にネギを恥ずかしがるおじさんと見られてしまう。どっちに転んでもおじさんとネギは切ない関係にあるのだ。スーパーの店内に話を戻すと、お米も結構見られたくないものの一つに数えられますね。お米は量が増えるほど恥ずかしい。1キロぐらいならレジの行列の人もまあまあねと見逃してくれる。3キロとか5キロになると注目する。大飯食いの男なのかしらとか、米ばっかり食べてる人なんだわとかの評価を受けてしまう。それから揚げ物コーナーって言うんですが、あそこもなぜか恥ずかしい。コロッケとかアジのフライとかエビの天ぷらなどが並んでいて、一つずつトングで挟んで自分でビニール袋などに詰めるわけだが、どれにしようかと考えて、考えが決まってトングを取り上げるところがまず恥ずかしい。エビの天ぷらなどをビニールの袋にポットンと落とすところが恥ずかしい。パッカン方式のプラスチック容器に詰めるところでは、中身を詰めて輪ゴムをかけるところが恥ずかしい。パッチンなんて大きな音がするととても恥ずかしい。あ
れもこれもたくさん詰めて、パッカン容器がゴツゴツになるのが恥ずかしい。中身が盛り上がって蓋ができないのが恥ずかしい。ゴツゴツで蓋が盛り上がって輪ゴムがうまくかからず、つるりと滑って落ちるのが恥ずかしい。輪ゴムをもう一個取るのが恥ずかしい。反対に少なすぎるのも恥ずかしい。大きめのパッカン容器にエビの天ぷら一本というのが恥ずかしい。たかがエビの天ぷら一本を五体操にと思われるのが恥ずかしいし、そんなに隙間があるんだからコロッケの一つも入れたらと思われるのが恥ずかしい。誰も思わないって。どうもあのコーナーではなぜか焦ってしまって、一刻も早くここを立ち去らねばと思ってしまう。揚げ物の類はレジのところでもう一度恥ずかしい。レジの人がためつすがめつ、これはコロッケかメンチかと判断に苦しみ、あげくコロッケ2つにメンチ2つですよねと確認され、いえメンチが3つでコロッケは1つですなどと人々の前で訂正するのが恥ずかしい。だいたいレジの行列の人々は暇だから、見ないふりして人の買い物を見ている。おばさんはおばさんに厳しい。ゆで麺を6袋買ったおばさんは、おばさんからうどんは自分で茹でた方が美味しいのにねとか、まあ6袋もとか、一人でいくつ食べるつもりかしらなどの無言の厳しい評価を受ける。